どうも皆さんこんにちは。今回は11月30日にリリースされた機動戦士ガンダムの宇宙世紀作品が集結した某シミュレーションガンダム UC エンゲージのリリース後のユーザー評価をご紹介します。詳しいゲーム内容につきましては概要欄にありますプレイ動画をご確認ください。評価に際し SNS や各ストアのレビューなどを踏まえて各項目20〇〇〇〇の3段階で評価をつけてみました。加えて本作の要望をまとめて改善点として紹介しているのでこちらも参考にしてみてください。まずは評価の高い点からチェックしていきましょう。世界観ストーリーは機動戦士ガンダムの宇宙世紀シリーズの原作ストーリーに加え原作補完となる新規エピソードが好評。リリース後初のイベントソロモンの悪夢では0083スターダストメモリーの前日談となるストーリーが展開。ジオンの加藤、松永、ケリーだけでなく連邦のバミングス、モンシアといった面々のやり取りをフルボイスで楽しめるほか新規アニメーションが用意されているものもあります。次に目を引くのは家庭用ゲーム機かおまけのグラフィック。複数視点からのカメラが用意されており高グラフィックのモビルスーツを様々な方向から堪能できます。そして本作の評価が分かれるゲームシステム。基本的に本作は舞台の配置が終わると EX スキルの指示出し以外はオートで戦闘が進むためバトル部分に関してはほとんど操作が発生しません。これにより高難度ミッションはひたすらモビルスーツとパイロットのレベルを上げて有利属性で挑むといった攻略法になりやすくゲーム性が薄いと感じているユーザーが多いようです。また前述したイベントの初回バトルはあらかじめ用意された部隊編成でバトルを行うのですが放置していれば勝手に勝利するためこのバトルに疑問を感じる方もいらっしゃいました。新規プレイヤーが敵が強くてストーリーを楽しめないといったことを防ぐための配慮かもしれませんが原作で武勇伝として語っていた不死身の第4小隊の戦法がひたすら回復スキルを使い続けるジムの集団とは思いたくありません。操作性に関しては可もなく不可もなく売上面では30位以内をキープしているためまずまずの出だしかと思われます。ゲーム性が合う合わないでアプリの評価が分かれているようでオート進行のバトルも建物に引っかかり攻撃が届かないといった不具合もあるため今後のアップデートで3回、突貫、防衛などある程度作戦指示が出せるようになるとゲームの幅が広がるのではないでしょうか。また評価の高いシナリオもガンダムにあまり詳しくないユーザーからはストーリーが各エピソードごとに別シリーズの内容が出てくるので原作の知識ゼロだとわかりづらいといった意見が出ており新規を取り込むためシナリオを年表のように表示しクエストをザッピングシステムのように埋めていく形式などにするといつの時代でどのようなことが起きているのかわかりやすいのではと感じました。ただし人気の高いシードや00シリーズなどを入れない宇宙世紀単体のアプリということもありコアなファンに向けた内容に舵を切っていくのも他のアプリとの差別化となるかもしれません。皆さんも本作の評価や改善点などがありましたらぜひコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。